トサルチームでいろんな社会人チームと戦いたいなと思って。最強のチーム作りました。最強のチーム突撃電話とかして誰か、あ、今から集めるんですか？オファーしようかな。今から集めるの？僕周りですもんね。僕周りで、まあ、プロトライズ関わっていただいている方で、いやもういますね、動きたくない、指示出し好き、はい、うちの社長しかいないでしょ。羽生さん、羽生さんしかいない。やってくれっかな。確かに羽生さんいつも動きたくないって言いますか。動かないですからね。動かないですか、はい、監督だったらやってくれって。監督だったらもしかしたらいけるかもしれない。やってくれるかもしれない。ちょっとかけて、かけてみます。僕からかけるとあれなんで、多分カノさんから僕からかけます。高木さんかけてください。俺何って言われるんで。じゃあまずは監督候補、監督候補羽生さんに電話してみますか。ってみますか。出ますかね。1時25分現在。暇でしょ、暇でしょ。この絵使われたら怒られちゃうんで。あ、いや、やばい。じゃあ羽生さんに今に出ろよ。はいはいはい、あ、早いな。早い。もしもし、お疲れ様です、高木です。はい、お疲れ様です。あのちょっと今川野さんと焼肉食ってるんですけど。何やってんすか。いやいや、ランチですよね。我らのランチなんですけど、ちょっとなんかプロトライズの会社でフットサルチーム作りたいなって川野さんと話をしていて、子供たちと一緒に、まあ、交流とかしてると思うんですけど、その子供たちと交流する時もなんか大人のフットサルチームとかと、前はなんか試合とかやったら子供たち結構喜んでくれてたので、はいはい、それをなんかプロトライズのフットサルチームとしてもやりたいですし、あとは社会人チームで結構会社でフットサルチーム持ってる方多いので、そことガチの強いプロトライズチーム作って対決をしたいなと思ってるんですよ。なるほど、はいはい、はい、で、ただ川野さん曰く、はい、羽生さんは動きたくないと宣言をしてると聞いたので。はい、絶対やりたくないです。そうなんですよね。なのでちょっとプロトライズのフットサルチームの監督としてだったらお願いできないかなと思っていて。監督っすか。監督です。いや、いいでしょ。だって、いやでも嬉しいでしょ。YouTube 出る人だって、YouTube とか出るんでしょ、どうせ。毎回あれじゃん、YouTuber のラファエルさんみたいに仮面用意します、そしたら。監督っす。まあ、やるよりかはいいっすけどね。そうだよ。やるの嫌だって言うから、監督にしてあげようかなって、こっちも。ずっとそれ知らないし、俺。勉強すんだって。戦術とか知らないし。勉強っすよ。いいメンバー集めとくから。尾形さんって僕ら、今までのプロトライズの YouTube 見ていただいてる方だったら分かると思うんですけど、尾形さんの子供たちとの交流とか指示の出し方とか、完璧すぎないですか。いや、ほんとそうなんです。尾形さんいれ全部回るみたいな感じですか。でも PK 自分で蹴ったら、もう外しに行きますよね。フットサルチームの PK のキッカーは尾形さん以外で。いや、PK はもう蹴らせない。蹴らせない。尾形さんまずさ、取ったらいいんじゃないですか。いや、だから、ま、監督決めなきゃ。監督決まんないと。監督権でいいでしょ、おまっちゃん。いや、いや、いや、中途半端なチームにしたくないんですよ。監督はどっしり、オシムさんに憧れてるんだから。練習させてあげるから。ちっちゃいから無理だろ、まず。オシムさんみたいに威厳がないだろ。羽生さん、あの、嫌がる下りも取れてます。どうせやるんだから、やるんでしょ。いいっすか、もうお願いして。お願いします。子供としてもやっていくような絵になったら楽しそうだけどね。まあ本当そうですよね。じゃあ羽生さん、ね、決定で。もう無理やり OK でいいですか。やりたくないよ。でも、いや、やりたくない。いやいやいやはダメよ。もうやるならやる。やんなきゃいけないの、うん、やんなきゃダメです。 YouTube も出なきゃダメ。仮面とかね、調整します、うん、後ろ姿とかでいいから。じゃあそれだったらいいじゃん。俺、本当決まりましたね。決まっちゃいましたね。やった。これ電話録音してるので、あの、一応監督決定っていうのはもう証拠としてあるので。もう一回最初から入れ直させてもらっていいですか。じゃ あ大丈夫です。羽生さん、この後メンバーも集めていかないといけなくて、フットサルチームのユニフォームとかも決めないといけないんですよ。なるほど、はいはいはい。なのでちょっとユニフォーム決めるのは監督の仕事裏方で。それは監督やってもらって、僕ら必死にメンバー集めるんで。羽生さん監督だから、どこが大事とかあります？キーパーとかか。とりあえず人集まるかが心配だよ、俺が監督で。まあね、まあね。大丈夫です。羽生さん監督だったら絶対集まるんで。キーパー、まあ考えておきますわ。ユニフォームのこと考えておいてください。羽生さんじゃあユニフォーム、ユニフォームね、スポンサーを集めるのをちょっと頑張っていただきたいんです。
監督のオファーなのにやること急に多くない急なのにそこと、あとちょっとこういう選手欲しいっていうのをちょっとこっちに言ってもらったら僕ら頑張るんで、どうしようさん選手選ばないから、あこういうメンバーで強くするから、おオッケー、ユニフォームよろしくお願いしますっていうのと、とりあえず尾形さんですね。とりあえずじゃあ尾形さん行きますね。尾形さん行ってとりあえず人買ってやったらいいんだよ。分かりました分かりました。じゃあ羽生さん監督ということで決定で、ニュータニスおい、ニュータン監督にしてやったぞ。悲しいよ、悲しいよ。よろしくお願いします、監督。よろしくお願いします。羽生さんもう決定で、あの絶対に後からやめるって言わないでください。はい、ちょっと考えるとかもいらないので、もう。お願いします。もう録音してあるんで。録音してあるんですよ、ね、本当嫌がるくだり長すぎるくらい。プロトライズフットサルチームのミーティングを決まりましたらご招待するので、はい、じゃあニューさんお願いします、はい、ありがとうございます、監督お願いします、はい、お疲れ様です、はい、いや決まりました監督決まりましたよ、はい、じゃあ監督決まったので、はい、お祝いということで、お祝い、もうお腹が空いた、お腹が空いた、まあ、監督決まったのはでかいですからね、チームとしてこれは何ですか、下下ユッケエリア最高です。最高です。これ最高です。めちゃくちゃ甘いです。ちょっとじゃあ、食べますか。いただきます。食べますか。次は、中盤というよりは、フットサルだったらディフェンダーになるんですよね。もう、場所的には。確かにそうですね。高木さんかけた方がいい。プロトライズチャンネル、いかがでしたでしょうか。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。